日本の学校で教師として働きたい、どのような手続きが必要ですか？ああ、なるほど。日本にある学校ですかね。日本にある学校か。兄さんが。でも、もしインドとかネパールだったら、その学校によるんですけど、多分 JLPT でしょうね。JLPT の N2 か N3。N2 かな、インドだったら。N2 ぐらいあれば、学校の先生になることはできると思いますね。これはやっぱね、学校によってちょっと違うんですよね。日本で日本の先生をするのは、あ、でもそっか。日本語教師じゃないもんね。はいはい、わかりました。そっかそっか。ティーチャーね。わかりました。ティーチャー。インジャパン。これはまあ、ちょっとサブジェクトは関係なく、何を教えるかは、まあ別で。日本の学校にはね、二つの種類があります。パブリックスクール。パブリックスクールかもちろんプライベートですよね。プライベート。で、プライベートの中に、オンリージャパニーズ。で、逆にインターナショナルスクールもあります。インターナショナルスクールもありますね。インターナショナルスクールの場合は、これ結構、まあ厳しい場合もありますけど、何かのサティフィケートが必要ですね。サティフィケート。usually, if I want to be a teacher in Japanese public school or private school, I have to get a certificate for teaching subject, the math とか、まあ、language, the English とかね。I have to graduate the university in Japan. Then, of course, the pass the teacher's exam. The license, the get the teacher's, for getting teacher's license. まあ、教師免許というのがあります。小学校と中学校の教師の免許と、それと高校の教師の免許。これ、まあ、どちらか。日本の大学で、勉強して、その後試験を受けて合格して、それで免許があります。でもそれで就職はできないんですけど、免許は取ることができる。だから免許があれば、一応、ティーチャーズのジョブアプライはできる。これは私の日本人の場合。日本人の場合ね。私はフィリピン人、アメリカで住んでいます。JLPT レベル3パスだと。けど、日本で勉強したいです。そんなことは、できるかな、先生と。双子の妹はずっと高崎、群馬県で日本人と結婚しましたです。しましたと。わかりました。その次ね。で、そうですね。外国人が働く場合は、だいたいイングリッシュティーチャーが多いので、イングリッシュティーチャーだったら、日本にエージェントがいます。イングリッシュティーチャーの場合は、どの国でもね、ちょっとイングリッシュティーチャーの場合ね、イングリッシュティーチャーの場合は、こういう質問多いですけどね。イングリッシュティーチャーの場合は、ジャパニーズカンパニーのエージェントがいます。で、このエージェントにサブミットして、まあ、登録とかお願いしますと、
行って、じゃあ、あなた、ヒストリー、ジョブヒストを教えてくださいとか、サーティフィケーション教えてくださいって言って、で、あなたに、じゃあ、どこに住んでいますか、日本のどこに住んでいますかってね、ビザはどうですかってね。で、あなたに、合いそうな学校を選んで紹介してくれる。まあ、紹介ですね。紹介、まあ、エージェンシーですけど、例えば、海外から日本にイングリッシュティーチャーで来る場合は、海外のやっぱエージェントと日本のエージェントが連絡を取って仕事を決めるので、結構時間かかりますし、あんまり応募はないですね。あんまりね、応募がないのでね。まあ、あったらすごい結構厳しいです。みんな応募するのでね、結構大変ですよね。ただ、最近やっぱりその、日本でも、インドの人たち、ネパールの人たちは増えているので、大きい場所、大きい町、東京、大阪、福岡とかに、ちょっとね、まあ、特に東京はその、インド人が多いエリアがあるんですね。葛西っていうところなんですけど、西葛西だったかな。東京のね、インド人タウンは、まあ、大体東京の西葛西というところにね、これが大体インド系、ネパール系の人が多いエリアです。そこに行くと、まあ、なんでしょうかね。なんか教会があります。コーポレーションというかな。インド、インディアン、ジャパニーズ、なんでしょうね。交流協会っていうのかな。まあ、インターナショナル、ワーシップとか、まあ、インターナショナルアソシエーションとか。なんか、そういうところがあって、そういうボランティアみたいな、まあ、サポートアソシエーションですかね。そういうところが紹介してくれる場合もありますね。ただ自分の国がどこかによるんですけど、そうなると、例えば、やっぱインドの人、ネパールの人でも、お金持ちの人は多いですから、そういう人たちが作ってるインターナショナルスクールも探せばあるのかな？ですね。そうですね。それか、自分の国の、日本人学校で働いてから日本に来るとか、そういうのもあるかもしれないですね。やっぱり、ね、特に日本の学校の先生の場合は、経験がある先生をやっぱり求めている場合が多いのでね。まあいろんな働き方はあるんですよね、今はね。だから本当に、まあスキャマーのエージェントもあるのでね。まあちょっと気をつけてください。本当はちゃんと会うとか友達の友達とかね、親戚の紹介とか、まあそういうのは初めはいいんですけどね。まあちょっと私もまだインド、ネパール行ったことないので、実際に行ってね、日本語学校の人とか、住んでいる日本人に会って話を聞いてみないと、もうちょっと詳しい話はできないんですけどね。まあなんかその辺もちょっと今度聞いてみたいですよね。で、ナバルさんのね、N3 パスターですけど、日本で勉強したいと。まあ、全然できます。できますね。ただ年齢がちょっと、インターナショナルスチューデント、留学生はだいたいね、30歳以下じゃないと入れないんですよね。留学生ビザは確か。アンダー30。ちょっと年齢のね、あれがありますけど、でもアメリカからだったらまた違うかもしれないですね。
その、日本とアメリカの場合、ちょっとビザの特別なことがあるんですよ。その、まあ、言っちゃ悪いですけど、例えば、フィリピンの人が日本に来たとき、中国の人が日本に来たときと、まあ、アメリカの人とか、フランスの人は日本に来たときにね、まあ、国との仲の良さっていうんですかね。まあ、そういうのもあって。アメリカ国籍持ってるんだったら、まあ、アメリカ人ですよね。アメリカ人だったら、まあ、日本に来るときも、勉強っていうか、まあ、なんか、仕事する、ちょっと仕事しながらでも勉強することも、まあまあできますね。うん。派遣会社、アメリカ人、特にヨーロッパとかの場合はですね、派遣会社、外国人のための派遣会社ってのがあります。派遣が、まあエージェントですね。うん、introducing the fine and introduce the job for you. まあ、テンプスタッフとか大きなとこだったら、ね、派遣会社ってね、まあエージェントでしょうね、やっぱり。英語だとね。どうなってくる。まあエージェンシーですね。うん。エージェンシーがいますので、大きなね、有名なエージェンシーがいるので、まあそこに来て、勉強しているという人もいましたね。うん。まあそんな感じです。まあ N3 パスタだったらね。勉強と仕事は日本でしたいです。はいはい。まあアメリカのパスポート持ってたらそんなに難しくないと思いますね。うん。ちょっと時間はかかると思いますけどね。何をするかとかね。ありますよね。そうですね。なんかだから、日本でまあ会社を作るっていう人もいますね。アメリカの人でもね。全然日本語できないですけど、その人。まあなんかインターネットの関係の仕事、IT 関係の仕事だったかな。うん。ウェブデザイナーとか、なんかそっちの仕事の人は結構日本で、あと YouTuber とかね。なんか、かなり有名な、ヨーロッパかな、イギリス人かな、の有名な YouTuber が今、去年か、去年ぐらいに日本に、住んでるんですよね。なんかね。かなりのトップ YouTuber とかね。まあそういう人が日本に住んでいるっていうのも聞いたことがありますね。まあいろんな、だから日本語ができればいろんな仕事日本でもありますからね。もちろん、ブルーワーカーじゃなくてね、もちろん会社のね、マーケティングとか、セールス担当とか、IT のマネージャーとか、たくさんいます。アカウンティングとかね。うん、そういう仕事も、もう多いですからね。全然問題なく働いてる人も多いですし、うん、まあ、たくさん、日本人よりもお金を持っている人はたくさんいますね。そう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 。まあ私が日本で働いたり仕事するっていうことを、まあお勧めしているのは、まあ私は日本人なんですけど、単純に日本で働いている外国人の人でね、その国とか、人種、この皮膚の色とか、関係なく日本よりもお金持ちな人たくさんいます。私も何人か知ってる人います。まあ、会社で働いている人もいますし、もちろん自分で会社を持っている人もいますし、逆になんか、
会社員だけども、サイドビジネスで、なんかこういう日本のアイテムを自分の国に売っている人とか、まあそういう人もよく見ますね。まあレストラン、会社でね、ファミリーで3つ4つやっている、ネパール人の人とかもね、いますね。知ってるネパールの人もかなり日本語もペラペラでね。まあ、そこ、私はそこのカレー好きなんですけどね。まあ、ちょっと今度インタビューしてみようかな。どうしたらいいのってね。まあ、本当に奥さんもネパールの人で、旦那さんもネパールの人で、親戚とね、もう結構3つぐらいネパールレストランね、カレー屋をやってますけどね。まあ、本当にすごいいい人です。やっぱり、なんていうんですかね。まあお母さんが、あそこの奥さんがね、すごいいい人でね。まああれは本当に日本人でも好きになっちゃうような。まあ本当に、そのいい人でね、幸せそうに、家族と娘さんもね、可愛い娘さんいてね、楽しそうに過ごしてるなって思いますけど、まあ、忙しく過ごしてる時もあるんでしょうね。まあいろいろ働き方がありますわ。ね。はい。日本で働きたい。まあ留学生はね、基本的にはアンダーサーティーなんですけど、まあ、その、ね。まあ簡単に言ったら、探せばなんとかなるんですよね。探せばなんとかなると思います。若い人だったらスカラーシップとかもありますからね。だから、まあ日本で働いて、もちろん、日本の学校の授業料は高いですよね。年間、だいたい100万円ぐらいはしますもんね。1ミリオン円は1年間でしますから、ワンイヤーでね。まあそれをバイトと、あとは、エコノミックスポンサー、親からですね、払ってもらうとか、あとはスカラーシップを利用するとか、まあそういうのがあるでしょうね。まあ、ミャンマーの場合は、ミャンマーと日本人のね、友好協会があって、そこが学生に、まあ、お金を貸したりしている、こともやってますけど、まああれ高いのかな。ちょっと、なんともわかんないですけどね。まあちょっと友好協会の人にもちょっとね、連絡取りたいですよね。まあ今度2月にね、ミャンマーレストラン行きますんでね。まあその時に、もし東京に住んでいるミャンマーの人でしたらね、ミャンマーレストランに一緒に行きましょう。ね、ランチ安いのでね。まあそれはちょっと、まあ、私がおごってあげてもいいかなと思ってる。そんな何十人安いの。とにかく安いし、私も行きたいのでね。あ、電波かもしれない。あ、ちょっと悪いんですね。はい。まあ、そんな感じですね。大丈夫ですかね。日本で就、まあやっぱ若い人はね、今本当にスタディして、パートタイムジョブ、アルバイトして、友達と遊んで、旅行して、もう本当に毎日、忙しそうにしていますね。だから、大変だと思いますけどね。あ、でも、その後に、ちゃんと日本で会社で働くという目標とか夢とか、そういうのがあれば、まあ若いので何でもできると思います。まあこんな感じですけどね。SSW の人だったらまた会社によって違うと思うんですけどね。まあ SSW の人は、まあまあ、だいたい10万円ぐらい毎月国に
自分の国に送っているという感じの人が多いですね。まあ、本当はもうちょっと、ね、お金欲しいとは思いますけど、まあまあ、友達がいたりすると、やっぱり日本が上手じゃないとね、コミュニケーションですよね。コミュニケーションができないとね、給料も上がらなかったりとか、そういうのがありますね。まあ、だが、ジャパニーズエンプロイヤーね、日本の会社が何を一番大事としているか。これはやっぱり日本のコミュニケーション力、コミュニケーションレベル。これを一番大事にしています。あ、若くないんですね。まあでもそれ、一般的な普通の学校なので、特に大きい学校とかは、リミテッドは、エイジリミテッドね、ありますけど、ちょっと小さい学校だったら大丈夫かもしれないですね。あんまりね、年がいってると、なんでダメか、ちょっとまあ、ワーキングビザっていうか、スタディビザか。学生ビザがちょっとね、降りにくいんですよ。だから、まあ単純に日本語の学校が、まあそれはちょっと嫌がってるんですよね。ただ勉強をしたいし、双子の妹と一緒にしたいですと。いいと思いますね。まあ、親戚が日本にいるんだったら、ビザも降りやすいかもしれないしね。ファミリービザもありますから、まあ、妹さんが、ファミリービザを日本に申請して、まあ、呼んでもらえれば、そこで仕事は、ちょっとできないかもしれないですけどね。まあ、いろいろ理由がないとできないんですけど。まあ、親戚がいるなら、学生ビザとか他の、まあ、ビザね。もう、取りやすいとは思いますけどね。まあ、いろいろ調べてみてください。多分、妹さんが日本語、すごいペラペラだとか、まあ、日本人でも結構難しい情報なので、調べてもわからないことも多いんですけどね。まあ、そういうの、その人によって、とか、住んでいる場所によってとかね、仕事とか、あとはまあ、エコノミックな話ですよね。経済的な話ですよね。まあ、じゃあ、貯金いくらあるのとか、資産いくらあるのとか、まあ、ちょっとそういうのも少し審査に関わってくるのでね。行ったことがあります。まあ、行ったことあるんでしょうけどね。まあ、前のタレントの時ね。タレントで、仕事したんですね。男性かと思ってた。女性なのかな？プロフィール写真がちょっとちっちゃいので、私からはね、男性かと思ってたんですけど。あ、女性か。そうですね。まあまあ。だから、学校に、日本語学校に聞いてみるかもといいかもしれないね。できれば小さい学校がいいですね。小さくて授業料が安い学校がいいかもしれないし、初めはね。ラナクさんおはようございます。ありがとうございます。やっぱり観光でだけですね、と。そうですね。だ親戚がいる場合は、だからまあ観光でも、3ヶ月いることができる、まあマルチプルビザとかね。ああいうのは取れるので、まあ仕事はできないですけど、そこでビザのエージェンシーに連絡取って、まあ面接してビザのチェンジをしてもらうとか、まあそういうのもありますからね。
来ないとわからないことも結構多いですね。うん。そうですね。まあ、こんな感じですかね。調べてみると意外とたくさんありますのでね。まあ、今日の4時から、日本タイムの4時からね、ダバオキャンパスの、生きがいランゲージ、ダバオの生きがいランゲージジャパニーズスクールと、トレーニングセンターの生きがいランゲージトレーニングセンターの、ダバオですね。ダバオにある生きがいランゲージトレーニングセンターのマーケターの人とね、ライブ配信して、日本で働く、日本で仕事するためにはどうしたらいいのかとか、2月にね、カガヤンデオロで、そういったキャラバンのイベントがあるそうなので、まあ、そのイベントの詳しい話もね、聞きたいと思います。まあ、こんな感じですね。はい。今日はちょっとレッスンというよりは、日本で、まあ、日本の留学生の話、まあ、それをしていました。まあ、ちょっと、話ちょっと変わりますけどね。まあ、エクストレーニービザで日本に来て、一度帰った人がまた来るの場合ですね。エクストレーニーね。エクストレーニーで来た場合も、最近はエージェンシーがエクストレーニーの、アプライ結構見ますので、まあ、特にフィリピンは多いですね。POEA とか、まあ、今 DMW か。POEA のサイト、ウェブサイト見ると結構ありますし、まあエージェンシーのポストも結構エクストレーニーオンリーとかね、ありますね。うん、エクストレーニー、トレーニービザ終わって、フィリピンに帰ってもまた、日本にね、今度は SSW でとか行くことは全然できますので、まあそれもエージェンシーと、エージェンシーがやるんですけどね。こんにちは。ありがとうございます。ゲミリさんかな。もちろん、フィリピンに行っても、N2 ぐらいのレベルだったら、自分の国でオンラインでね、仕事を探すことは全然できます。そういう、ジョブフェアっていうんですか。ジョブフェアとかで、ね、オンラインで面接してやる。それも大丈夫です。はい。例えば言葉の勉強じゃなくて、私は生け花レッスンしたい。1ヶ月ぐらいどうですかだ。どう、あ、まあ、全然大丈夫ですね。生け花の場合は、プライベートクラスがありますね。生け花教室ってね。ただ、日本語だけなので、日本語が上手だったら、大丈夫です。そこは全然問題ないです。1ヶ月だけでも全然大丈夫。ただ、そのためのビザは出ないですよ。なんかそのジムみたいな感じ。例えば、私の今の家にジムがありますね。で、留学生がジムに行きたいんだったら、まあ、ジムに行って、ドキュメント書いて、出して、はい、どうぞ。これで終わり。それと同じですね。生け花教室。生け花を勉強するために、外国人にビザは出せないです。出さないです。そういう学校はないです。まあ、専門学校とかだったらありますけど、1年、2年とかになるので、1ヶ月だけだったら、全然そういうのはないですね。私が今、だから、日本人と同じですね。日本人と一緒に生け花を勉強する。日本語で。ね。まあ、それだったらいくらでも大丈夫です。1ヶ月でも大丈夫ですね。まあ、だいたい1万円ぐらいで勉強できると思います。ただ、週に1回とか週に2回だから。2回か3回ぐらいですね。うん。そういう文化的な勉強は全然できますね。聞けばね、面白いんですね。はい。まあ、エクストリーニーの場合は、
これはまあ、途中で終わって、途中で会社を辞めて帰った場合は結構厳しいんじゃないかなと思いますね。もしエクストレーニーの人が今日本にいて、会社は良くない。帰りたい。ね。国に帰りたい。逃げたい。でもまあ、できれば我慢して1年か2年ね。ちゃんと我慢して終わってから帰った方がいいですね。途中でエクストリーに辞めて国に帰ると、多分もう一回日本に来るのは結構難しいんじゃないかな。すぐに来るのは無理でしょうね。が、それか、例えば SSW で、チェンジして、インダストリーをチェンジして、例えば、まあ、男の人はエクストリーニーで、まあ、モルディングでエクストリーニーってフィリピン帰ったと。もう一回行きたいけど、まあ、行けない。その場合は、例えば SSW で、まあ、フードファクトリーにプロメトリック受けて、それで SSW のフードファクトリーの SSW、1号で来るとか。まあ、そういう作戦はありますよね。同じ仕事はできないですね。エクストリーニー途中で辞めたらね。だから、今ちょっと大変かもしれないですけど、まあ、コンプリートコントラクト。Then back to your country and then come back to SSW。エクストリーニーは、you cannot change the company as extreme visa. So, after go back to your country. And then apply the SSW again. 先生、介護の言葉を教えてもらえますか？ああ、ありがとうございます、エリさん。前もコメントもらいましたかね。介護の言葉ね、わかりました。介護の言葉ね、ショートビデオ準備してますので、ちょっとお待ちください。またちょっとライブ配信でも、介護のライブだけでもね、ちょっとなんかやれたらやりたいですね。そうですよね。プロメトリックエグザム。逆に、エリさんはなんで介護の言葉を勉強したいですか？今、ケアギバーで働いているなら、会社の人に聞いた方が早いんですけど、プロメトリックエグザムの介護の勉強か、もう今働いてますか？もしよかったら教えてください。まあ、もし働いているんだったら、介護の言葉もちょっと、ね、私の友達で介護の、仕事している人がいるので、まあ、その人に聞かないといけないなと思いますけどね。プロメトリックの介護の言葉だったら別に、私も今日テキスト持っているので、それは大丈夫と。まあ、でもやっぱ介護の、本をね、ちょっと今、私も、時間があるときに読もうと思っているので、まあ、やっぱり準備しないといけないですね。プロメトリックエグザム用もそうですけど。まあ、なんで介護の、何の介護か、何のための介護かな。今働く予定なんですね。じゃあ、もうちょっと介護の勉強がしたいんですよね。わかりました。じゃあ、早めに、ちょっと急いでね、ライブ配信をしましょう。介護の勉強ね。私は東京の人です。はい、そうです。今、横浜、東京の隣の横浜に住んでいるんですけど、私は、東京出身ですね。東京で生まれて、東京で育って、大学まで東京にいました。大学も東京でしたしね。今は横浜ですけどね。家はね。地元は東京です。わかりました。まあ、やっぱ介護の言葉のリクエストやっぱ多いですね。2月日本に行く予定ですと。ああ、素晴らしいですね。介護はまあ大変ですからね。専門的な言葉というか、まあ短い言葉もあると思いますしね。
わかりました。まあ、1月30日なんで、もう来月ですね、2月といったら。あんまり時間がないですね。まあ、早めに。そうですね。早めに、ちょっと介護の勉強は、言葉のね、勉強は した方がいいですね。はい。わかりました。はい。では、今日はこんな感じですけどね。4時、今日の4時に、Study in Japan で、ダバオの、フィリピンダバオのね、生きがいランゲージトレーニングセンターの、イベントのマーケティング担当の人と、いろいろ話を聞きますので、フィリピンの特にカガヤン道路、ケソンシティの先生、皆さんね、ぜひぜひこの時間に参加して、いろいろ聞いてもらえればいいかなと思います。はい。で、今日はこれでね、終わりにしたいと思います。それではまたね、お時間ある人は4時に会いましょう。それではまた。はい。最後まで見ていただいてありがとうございます。これはね、私の Facebook ページでライブ配信をしているときに、ネパールの人からね、日本で教師になるにはどうしたらいいですかっていう質問に答えた、ビデオです。日本でね、教師になりたい場合には2つあります。一つは英語の先生。もう一つはインターナショナルスクールの先生です。日本人の学校で働きたい、教師として働きたい場合は、もう英語の先生しかありません。で、英語の先生の場合も、あなたの国の大学を出ているとか、証明書が必要ですね。IELT かな。インターナショナルイングリッシュチュートリアルって。まあ、それの資格が必要です。ただ、他の SSW とかトレーニービザとは違って、そういうところはね、なかなか求人を見つけるのが難しいです。どうやって見つけるか。ね。一つは、あなたの国にある日本の総領事館。そういったところで、たまにね、募集している時があります。日本の学校に、日本の総領事館から派遣するという形で、たまに募集していますけど、かなり競争は激しいです。それからもう一つは、一回日本に来て、1ヶ月か2ヶ月の間、エージェントを見つけて、エージェントに探してもらうという方法です。こっちの方がね、結構メジャーです。私の知っているフィリピン人の英語の先生も、一回、日本に来て、親戚の家に、2ヶ月ほど日本に一緒にいて、その間にエージェントを見つけて、で、エージェントが、英語の学校を紹介してくれて、仕事が決まったという人がいました。ただ、その場合も、必要な書類、がありますので、一回、あなたの国に帰らないといけません。今、私のその、知っている人もね、一回、フィリピンに帰って、必要な書類をエージェントに提出して、COE を待っているところです。結構時間はかかりますし、ただ、それは意外と見つかりやすいみたいですね。で、学校もいろいろあると思います。小学校、中学校、高校と。まあ、英語を教えるための学校と、それから幼稚園ですね。幼稚園の場合は、結構ね、いろんな場所で、求人をしているのをたまに、よく見かけます。ただ、その場合もね、日本人と結婚しているとか、もう、すでに日本に住んでいて、在留ビザを持っているっていう人じゃないと、ちょっと仕事を探すのは難しいかもしれません。でも、ここまでの話でも、ただ私が知らないだけなので、やっぱりね、総領事館に聞いてみるとか、いろいろね、インターネットで探してみると、結構、いろんな方法でね、あるかもしれません。
基本的に日本で教師として働く場合は、経験がないと働けないと思っててください。インターナショナルスクールはかなり優秀な先生が日本に呼ばれてきます。もしね、あなたが経験がないんだったら、一度ね、日本の英会話スクールで日本人に対してオンラインで英語を教えるとか、まあそういう方法もあると思います。いきなり日本に来るっていう方法も一番いいとは思いますけど、なかなか最近はね、ちょっとビザも時間がかかったりとか難しい場合も多いので、まあいろいろ調べながら、探してみるといいと思います。それとね、働くというか、まあボランティアで英語の先生として、来る人がいます。教会の、大きい団体がありますよね。まあそこが、日本のその団体にボランティアでね、英語の先生を派遣することがあります。まあその時はもちろんお金はもらえませんけど、日本にね、住みながら英語の教えて、まあいろんな日本の文化の経験ができるっていうので、カナダとかアメリカとか、イギリスの教会からね、若い人が1、2ヶ月日本で滞在するっていうのも、私は聞いたことがあります。まあいろいろあると思いますけど、今はやっぱり調べれば何か方法があったり、情報を持っている人がいると思いますので、まあいろいろ聞いてみてほしいのと、もしね、もっと、他の、あなたがね、日本で働きたいとか、やりたいとか、何かそういうことがあったらですね、ぜひ私、Facebook ページで、いつもライブ配信をしていますので、Facebook ページの方にも遊びに来てください。